サムネで見ちゃってると思うんで、先に結論を言っちゃいますと、そのスタンリー・キューブリックの12分の1スケールのフィギュアを作ってみたいなと。まず大物から処理をしていきましょう。なんかですね、箱です。おー、見えた。これね、表にはイラストで iPhone のケースみたいな、これ開け方はどうかな、こうスライドするのかな、これか。お、これだ。アリエクスプレスで買いました。あれ、ちょっと待って、ヘッドがついてんだけど。とりあえずね、アクションフィギュアのボディ素体ですね、そしてスーツを買いました。これちょっと開けてみようかな。まず取り出せば、これはね、首のジョイントパーツかな、手の付け替えパーツがなかなか豊富に入ってますね。だから1、2、3、4つ何を置いても素体を取り出しましょう。いやー、なんか意外と小さくてほっそりした感じでね、台座が入ってますわ。台座付きっていう。顔面はね、取れちゃったんだけど、これあれっすよね、あれマトリックスの方じゃないのこれ、なんか、なんだっけ、スミスさんかなんかじゃないの。あれ、僕なんかね、ヘッド付きじゃないやつ注文したはずなんだけど、なんかデタラメですよね。こんな彩色しっかりしたものが無料で入っているっていう。目もこんなにきらびやかな感じ。取りますと、え、なかなか良くないこれ。プロポーションがね、足もちゃんとこう、革靴の質感漂う。まあ、今回ちょっと味気ないけど、黒ネクタイにしちゃいました。マフェックスとか、ファイナルコレクティブルドールズシリーズみたいな PVC みたいな素材ではなくて、今回は去年か一昨年紹介したジャックさんが、やっぱ布製ってめちゃくちゃ説得力あるなと思ったんで、スーツは布製品を買いました。やっぱ説得力違いますよね。ちょっと服の乱れ感も出つつ、ポケットはね、ああ縫い付けてある感じかな。いや、なかなかいいんじゃないですか。ちなみにめくるとね、本当もアクションフィギュアのフィギュア素体が、靴底もちゃんと柄が入っているね。で、靴底に穴があるんで、これを差し込むと。心配なのが、サイズ感が合ってるかどうかって、若干細身かなって感じはしますね。このジャックさんが布製ということもあって、まあ広がりがちだし、顔もね含めてデフォルメフィギュアですから、ちょっと太ましいイメージなんですよね。まあスペーススーツに至ってはもっと太いかはずだから、ああ、まあそういう意味だとちょっとアレックスさんやっぱ一回りでかいんだ。では顔面変える前に可動も見ておきたいんだけど、まあ、こんな感じでね、関節も曲がりますよと。で、関節を曲げるとどうなるかというと、ほら見てください。マトリックス体制も可能だということになっております。いいじゃないですか。足が固定されてるっていうことだから、マイケル・ジャクソン、やっぱマイケルこれぐらいまで行きたいよね。あんまりやると折れちゃうと思います、ね、腕とかも細身だから稼働させるのめちゃくちゃ心配ですね。ではこの箱を開けていこうと思うんだけど、これに入ってる商品が見つかったから今回は作ろうという結論に至ったと。開けてみましょう。多分クオリティ的にはマクファーレントイズぐらいのクオリティのものが入っているはずなんですよね。お、え、逆なの？逆でした。本当につくづく逆ですよね。このカンカンバージョンいいっすね。VAULT、ボールトって書いてあるのかな？なんかフランス語かなんからしいですね。まあ、こんなものに入っていますということで、ちょっと開けてみましょうね。どんなもんかな？これが今回の。クオリティがどうあれ、そもそもね、この素体にはまるかどうかっていう緊張の一瞬ですよ。開封されたら今後私は死ぬまで一生お付き合いする。フィギュアになるであろう。まあなるだろうね。さあどんなもんでしょうか。おっと、まだビニールに入っている。ちょっと見えてきたよ。お、なんか入ってる。あ、なんかあれだ、ひっつき虫みたいなやつが入ってます。粘土みたいなやつですね。固定がうまくいかなかった場合使ってくださいってことかな。さあ出てきた。どんなもんでしょう。どあ、いいじゃん。っていうか目がちゃんときらめき加工されてるんだ。あのね、あー似てる。あ、似てるね。よかったよかった。ちょっと僕想像したより似てたわ。この角度もこの角度も似てるんだけど、この角度めちゃくちゃ似てない？この角度めちゃくちゃ似てますね。あ、いいじゃないですか。手塗りなんだと思うんだけど、目の周りのクマも表現されていて、ちょっととりあえずもう完成させますか。と、じゃあね、スミスさんの顔面を取っちゃいましょう。うぃー。いいね。あの12分の1スケールのフィギュアって首取る時の
気持ちよさが本当にいいよね。スポンって抜ける。素体側に出っ張りが残って、キューブリック側に穴が開いてるんで、こちらの素体に入っていた首のパーツ、連結ジョイントパーツがあるんですよ。そのジョイントパーツをはめればうまくいくような気がしている。なのでこれが、つきますわ、ほら。で、首が長くなりましたということなんだね。ジョイントパーツはね、いらないから、それを塞ぐ時用のパーツってことかな。これの付け方がね、硬くて入んないから、多分ドライヤーが必要なんだと思うけど、 OK、 つきました。やっぱこの先端にドライヤーをね、めちゃくちゃこう浴びせまして、そしたら柔らかくなったんで、あのジョイントにね、しっかりくっつきました。これで高さが稼げたんで、これで、では改めてこういうことかな。ああ、変わんないけど、ああ、いいねー、めちゃくちゃキューブリック感出てきた。いいじゃん、いいじゃん。じゃあね、ちょっとフラフラしてるから、せっかくだからこれもらったからね、これつけてみますか。これね、このね、なんかね、練り消しみたいなもんなんですよ。なんかひっつき虫とかっていう、僕がね、ロリータだっけ、その時にコメントで教えてもらったんですよね。これ使えば固定できますよみたいなね。おお、めちゃくちゃ固定できる。フラフラしなくなっちゃった。あ、すげえいい。え、ってことはネクタイはね、これゴムなんだけど、これってことはフィギュア的な意味で言うと完成しました。スタンリー・キューブリックの12分の1スケールアクションフィギュアというものがついに爆誕ですね。ネットでたまにね、そのキューブリックのそのおもちゃ作ってる方いるんだけど、おそらくちゃんと布製のね、12分の1スケールでしっかり作ってるのは多分我ながら過去一だと思いますよ。自慢げに言っときますけどこれは他に類を見ないスタンリーキューブリック12分の1スケールフィギュアになったんじゃないかなと思います。ちょっと近くで見ときます。いや違うな、先に進もうかな。この雰囲気のキューブリックで言うならば、やっぱり時計仕掛けというよりはあれかな、2001年宇宙の旅の際のスタンリーキューブリックって感じだね。そうだね、これだってほら、スペースステーションの中でこうやって横になってるあれみたいなもんじゃないですか。で、アーサー・シー・クラークとこうやってね、喋ったりしてるやつもあるし、いやーいいね。やっぱさっきのひっつき虫を入れたことで、まあ、めちゃくちゃいいね。ちょっと腕の関節がどっちに曲がるかわかんないんだよな。おう、こういうことでしょ。あ、いいじゃん。君ちょっと違うんだよね、みたいな。何が違うんですか。いやー、ちょっとわかんないから、ちょっともう一回30テイク目ね、やってもらっていいですかみたいな。トコ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 。30テイク目で、理由もわからずリテイクか、みたいな。これめちゃくちゃいい。マルコもさ、なんかちょっと違うんだよね、みたいな。いや、監督何が違うんですかみたいな。いや、なんか違うんだよ、みたいな。ちょっと、なんか具体的に言ってもらわないと困りますよ、みたいな。いやいや、君役者だから、ちょっとやってもらわないとわかんないから、僕、ちょっと見ときますわ、みたいな。じゃあやっといてね、みたいな。はぁみたいな。もう48テイク目なんですけど、みたいな感じの描写もいけちゃうっていうことですよ。すげえいいじゃん。あ、ちょ、ネクタイずれちゃったな、また。いや、最高だな。めちゃくちゃ指導というか、撮影中にディスカッションしてるキューブリック感ありますね。はい。まあ、ただね、私のチャンネルはこんなことでは終わるわけがないじゃないですか。そうじゃないんですよ、やっぱり。私がやりたいのは、これが何なのか。さらに、キューブリック感を増すために、あ、これ失敗だわ。買ったんだけど、マジか。雰囲気出てるなーっては思ったけど、あ、しかもなんか絶縁シートがついている。せっかくだから、抜いとく？そうすると、おお、びっくり。光るだけじゃないんだ。これをね、再現したくて、ぐい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 、持たせますよ、持たせますよ、持たせますよ。いやー、失敗でしたね。でかすぎた。超でかすぎた。こんな感じになっちゃう。お次のグッズに行きます。次の一手として、めちゃくちゃ良くないっすか？あのね、要はその映画のフィルムカメラのミニチュアなんですよ。ちゃんと三脚がね、稼働しますわ。意外とフィルムカメラのミニチュアがなんかいい感じのがなくて、これ何かっていうと鉛筆削りなんですよそうだね、これ、あ、これちょっと覗かせる？こんな感じですよ。
いやーでもちょっとあれだな、あ、サイズ感がちょっとこれぐらい雰囲気もんです。でもじゃあお次、オーラスの説得力グッズですね。私が購入した、ちょっと開けるよ。まずこれね、なんかメンコみたいなタグが入ってますけど、にゃんにゃんです。1匹とか2匹とか買ったところでしょうがないから、とりあえず4匹買ったんですよ。まあね、要はね、キューブリックって猫好きだったんですよ。めちゃくちゃ猫好きというか動物好きだったんで、抱っこさせると猫でかすぎ問題でしたわ。しかも猫がめちゃくちゃ可愛くないっていうね。猫抱っこさせたかったんだけどな。この猫が一番キューブリックお気に入りの猫だったらしいから。猫、いやちょっとでかいや。なんか人間と同じぐらいの顔のサイズの猫はなかなかいないよね。まあいいや。はい、ちなみにこのシャイニングのタイプライター 1/12 スケールを使えば、お仕事風景のキューブリックも再現できると。そんな遊びもできます。ほら、見慣れた風景でしょ。タイプライター。脚本をね、撮影の裏側で書き直ししているスタンリー・キューブリックの様子。一応ね、じゃあ金額を言っておきますよ。12分の1スケールのフィギュア素体がですね、ボディと布製のスーツを着込んで、付け替えの手首もついてましたね。7000円の送料込みでした。巨大な二眼レフのカメラに関しましては、これ2、300円した。フィルムカメラを模した鉛筆削りに関しましては、1000円ぐらいだったかな。猫ちゃんは1匹130円ぐらいでした。500円ぐらいかかってます。ヘッドは確か7000円ぐらいだった気がします。インドネシアの方が作られてるみたいで、12分の1スケールの、まあ、これまたね、無版権のいろんなフィギュアヘッドをね、多分100種類以上あるんじゃないかな。めちゃくちゃね、いい感じで販売してるんですよ。今見たらね、もうキューブリックのヘッドは販売してないみたい。まあワンチャン問い合わせたら作ってくれるかもしれないけど。いや、僕もっとなんか似てないかなと思ったけど、パッと見た印象が、あ、キューブリックだって感じするから、すごくいいっすよね。まあ、この辺の角度、かなりリアルに見えますよね。2001年宇宙の旅あたりのスタンリー・キューブリックというような感じの印象かな。あの、6分の1スケールのフィギュアの方が、いろんなバリエーション豊富かなと思ったけど、やっぱ12分の1って改めて集めてみると、こんなにあったんだって感じで、ほとんどね、2001年宇宙の旅と時計仕掛けのオレンジのおかげなんですけど、まあ、ドルーグ1本もいますし、やっぱジャックさんがいるとね、また締まりますよね。で、ヒトザルさんまで参戦してるんで。で、今回はね、昨年ですか、紹介したこのバクの12分の1スケールフィギュアと、初参戦となります、キューブリックの飼い猫をイメージした4匹のニャンニャンにも参加していただいていると。いやー、いいでしょう。我ながら、見飽きないな。フロイデ博士もね、ちゃんとね、顔面入りバージョン全然似てないね、こうやって見たら。ということで、こうやって見てるとなかなか楽しいっすね。いやー、よかった。思ったよりすんなり、あ、キューブリックの顔してるって感じがしたんで。究極にドアップの画像とか見るとちょっとアラが見えてきたりするんだけど、実際目視で見たらほんとこれぐらいの印象なんで、なので全然大満足でございました。てかあれだよね、12分の1スケールのフィギュアって他何が出るんだろうね。バリーめちゃくちゃ欲しいな。てかバリーのコスチュームだけでも作ってもらおうかなっていうプランもあるけど、まあ、あとあれなんですよね、子供サイズがあればロリータとか双子とか作れるんですよ。ロリータをね、6分の1なのか12分の1でどうにか再現したいなって思ってるんだけど、フィギュア素体が本当わかんなくて。今回以上です。ありがとうございました。